ミーツーのドラキリュウナイト。こんにちは、吉野千穂です。第17回となりましたドラキリュウナイト、今回は私一人で頑張っていきたいと思います。千穂みん、ミーツーのドラキリュウナイト。この番組はボートレース初心者が女子ならではの視点で船券勝負をしながらボートレースの楽しさを皆様にお伝えしていく番組です。冒頭を見てくださった皆さんは、私がもういきなり水着で出てて、ちょっとびっくりさせてしまったかもしれないんですけども、今回ですね、第17回目となりまして、マイナス3万円近くの負債を抱えてしまいました。今回はですね、ボートレース桐生さんに特別に許可をいただいて、グラビアアイドルらしく裸一貫ならぬ水着一貫でボートレースを頑張っていきたいと思います。干物を期待していただいた方にはちょっとごめんなさい。ということで、気持ち新たに今日は頑張っていきます。今回は第12回マクール杯の2日目、第10レースから12レースの3レースに挑戦します。ルールはいつもと同じで、買い目10点以内、予算2000円で、今回は当てるぞー。では10レース予想していきます。10レースはですね、私ちょっと気になる選手がいて、私最近カメ飼い始めたんですよ、4匹。そしたらですね、10レースはなんと4番に亀本選手っていう人がいるんですね。ただ亀本さんね、体重がちょっと気になるんですよ。56キロ。6号って向田選手なんかね、48キロですよ。もうここでね、8キロ差がついてるわけなんで、ちょっとね、体重も気になるところですよね。渡辺選手が半周ラップ一番早いですね。展示タイムは一番早いのは1号艇渡辺選手。あ、これはもう渡辺選手から買っちゃうな私。いやでも、いや、亀っていう文字がついてるなら買ってほしい。あの亀って私飼ってるんですけど、結構早いんですよ結構早いんです。だから走るときはダダダダって走ってくれると信じて、亀本さんを絡めて買っていきたいなと思います。10レース私の買い目はこうなりました。ダンダダン、1-4前1-前4。それでは見ていきましょう。なんか一人でやるの私久々な気がする。なんか緊張するんですよね、一人だから。1番、2番、3番、4番、5番、6番の体系で今スタートいたしました。なんか6すごいな。セット通過後、6めっちゃ上、ちょっと 6? さあ6号艇がその前に行きまして、さあ握っていこうかという体勢。内側の方からは、どうだ、今度は4号艇、さらには5号艇と立て直してバックストレッチ向こう上面になりますが、陰線を仕切るのは1号艇、ね、その後2番手追走でありますが2号艇の浜崎、その後でありますが4号艇、3号艇並んでのこれが3番手争い。後方5番、6番、向こう上面から2マークの旋回、スタートの方は全体正常です。1号艇が先回り体勢、さあ3号艇が切り返しを図りまして、行かせて2号艇が差しのハンドル、から4号艇も刺していく。上位の体勢は今度は 1-2-3-1-3-2 の体勢が、レースはこれから2周目です。リードの方は現在2停止半から3停止。1号艇の渡辺、2番手追走、2号艇の浜崎、3番手では3号艇の宮地が追走。1番、2番、3番、後方5番、6番、4番という体勢になりまして、後爆3車上位を形成。その後ですが、5号艇の後方と交差旋回、内側から4号艇の間の接近して5番手争いです。上位の体勢は1番、2番、3番の体勢で向こう上面に入っています。人気サイドの決着で最後の直線コースから間もなくゴールを迎えます。今1号艇の渡辺ゴールイン、2着、2号艇浜崎ゴールイン、3着、3号艇宮地ゴールイン、5号艇の岡村4着、後ろは4番、6番でゴールインです。10レース、結果は1-2-3の820円、2番人気でした。亀本さん残念。まあでも私的にはちゃんと決めた選手を買うっていうことで、いい買い方をできたかなと思いますので、気を改めて11レース頑張っていきたいと思います。教えて関谷さん。
はい、ということで、はい、今日は関谷さんがいらっしゃるので私たちが持ったボートレースに関する素朴な疑問にお答えしていただきたいと思います。スタート展示で、うん、なんか遅れてしまう人とか、うん、めちゃくちゃなんかビューンって行っちゃう人いるじゃないですか。フライング切る人、そう、はい、それなのに、うん、本番だとちょっと合わせてきたりとか、はい、するじゃないですか。それってなんでなのかなっていうのと、うん、っていうかあのどっちが合わせやすいのか、あスタート本番でね、はい、そうですね、あのこれは選手の性格なんですね、はい、性格がまあ、フライング切ってもいいや行ってしまえっていう人はもう必ず切るんですね。他の人も周りの人も全速で行ってるであろう、で自分も全速で行ってどのぐらい切るかっていうのと隣の人と比べてどのぐらい出るまたは下がるっていうのを知りたくってそうやってるんですね、はい、めっちゃ遅れる人いるじゃないですか、はい、これは本当に遅れてることが多いです。ただね遅れた人っていうのはこれでスタートバッチリだと思って行ってるんですよ。それで遅れて30とか、まあ、35とかなんですよね。で本番ももうちょっと突っ込めばいいんだけどっていう勇気がやっぱりみんな持てないんですね。もうちょっといったらいややっぱりフライングだやっぱりやめよって言ったらやっぱり本番は30だったっていうスタートね、はい、だから遅れた人の方は注目して本番も遅れるかもっていうふうに見た方がいいんじゃないですかね、うん、いいこと聞いたね、まあ、あともう一つ僕が言いたいのはあそこで思いっきり20とか30フライングするじゃないですか、うん、これちょっとねあの僕はもう選手じゃないし、はい、あの業界のねあの競争会の人じゃないんでまあ言っていいと思うんですけどちょっとルール変えた方がいいんじゃないかなと思います。その辺はあまりにもフライング切った人はちょっとまあフライングじゃないんだけどね他の人にちょっと迷惑かけるっていう部分あるんで、まあ、ゲストの方とか、はい、ね他の選手の人にもね、あ、うん、見てる側からしてもめちゃくちゃフライング切ってる人がいると、うん、うわこれどうなるんだろうって、そうですよね、うん、そういう気持ちになっちゃうから、うん、確かにちょっとルール変えてもいいかなぐらいですねかなって感じ、うん、お勉強になりました、うん、ありがとうございます。11レース予想していきます。今回は 1,2,3,6 が A 級の選手ですね。 1,2,3 の選手今日全員なぜか5コースから1着を取ってるんですよ。いやーこれ 1,2,3 ボックス変えたくなっちゃいますよね。半周ラップが一番速い選手は6号艇、やっぱモーターいいからかな。6コースで一番半周ラップ速いってすごいですね。あちょっとねオッズ見てみるとやっぱね 1,2,3 ですね1,2,3 が一番人気 7.7 倍。わー買いたくなる気持ちはすごくわかる。あ展示が出ました。展示も一番速いのはお6だ6だって6号艇小島選手が 6.1 なの。2号艇の枝尾選手が 5.7 の2号艇の選手の方が低いわけ。ちょっとね確かに6号艇買いたくなってきた。こうやって見てたらいやでも 1,2,3 がこの辺が濃厚でしょうと思いますのでこの辺をどうにか絡めて買っていきたいと思います。11レース私の買い目はこうなりました。ダダン、もう3頭を最初にちょっと頭に浮かんだんですけども、まああとは1,2,3,6 ボックスの中から絞って10点選んだような買い方になります。八津さんがねちょっと 3コースが得意そうな感じがしたので来てくれるかなと思ってるんですけど、はい、それでは見ていきましょう。いやもう本当にねマジで連敗しまくってる野郎なんで私はそろそろ止まりたいですよね。やつさんマジでお願いします。予選独占競争第11レーススタートチェッカー点滅を開始いたしましてスタートまで10秒前を切っています。最終の進入体系は定番通り並びの方はインコースから1番2番3番4番5番6番の体系で今スタートいたしました。
大外から6号艇わずかに好スタートを切りまして、さあ6号艇がこれはかまし強襲か、内側の方から今度は2号艇、さらには6号艇が接近いたしまして、バックストレッチですが6号艇ちょっと踏み込み加減か、ここは差しのハンドルから2号艇の枝を、それから1号艇の隙山、そして3番手には3号艇、2はちょっと待ってよ、まあ、6号艇の地盤は3号艇でありまして、向こう正面から2番手向かいのスタートの場前提正常です、差しのハンドル2号艇の枝を、そして陰線残して1号艇の杉山、2番1番のトップアンドルからましてホーム側に向いていますが、もう一度差し返す1号艇の杉山、再び並んでまいりました。上位の体勢は1番2番と3番手には3号艇の八塚追走、 1,2,3 の体勢ロード系前を通過、後方になった4番5番6番という体勢、レースの方はこれから2周目から1番との展開です。一騎打ちを制しまして1号艇の杉山トップを奪い返しました。2番手追走でありますが2号艇の枝を勝る、そして3番手には3号艇のやつ、 1,2,3 の体勢から、 1,2,3 だけはやめてくれよ。予選特選競争第11レース、ここは人気サイドの決着で最後の直線コースから間もなくゴールを迎えます。今着で1号艇杉山ゴールイン、2着2号艇枝をゴールイン、3着3号艇八ゴールイン、後ろは6番4番最高峰でありますが5番がゴールインです。11レース結果は 1,2,3 の600円でした。これで2回連続 1,2,3 ですよ、やばい。ちょっと気を取り直して12レースこそは頑張っていきたいと思います。それでは12レース予想していきましょう。これね、 1,2,3 の選手がまずスタートが早めなんですよね。半周ラップ一番早いのは市橋選手、展示も市橋選手、半周ラップ 18.35 の展示が 6.05、まあ、枠番別で見ると、まあ、市橋選手1コースも勝率9点いってるんで、枠番も1コース得意で、かつ半周ラップ展示が早かったら私はもう一頭で買うっていう、もう大体そうしてるんで、まあ市橋選手かなと思います。また1,2,3とか来たらやだよこれ。あのね、 1,2,3 またね6倍だからやめてよ。また誰か突っ込んだでしょ YouTuber、 これ1,2,3が 1,2,3 買っとけば勝てる説、ちょっともじもじ悩んでみたいと思います。12レース、私の回目はこうなりました。ダダン。どうしてもちょっとね、1頭が配当が低いのでちょっと絞って1,0002と1,2,5,6、まあまだマシかなっていうところを買ってみました。それでは見ていきましょう。もうね、3回連続 1,2,3 はね、つまんないから本当やめてほしい。だって 5.5 倍だったよ、最終的に。500円はかけられないよ、これはね。ここもすんなりと頼みますよ、スタート。枠なりの3対3です。とりあえず1と2がね、1と2。キリン特選第12レース。進入は定番通りインコースから1番、2番、3番、4番、5番、6番の台形で今スタートいたしました。すごい。インコースからトップスタートは1号艇の石橋です。最初の勝負との各メンバーがさっと1回目の対戦は1号艇、さあ5号艇が外付け前に来ました。内側のから3号艇、中割って6号艇接近、バックストレッチ向こう正面でありますが、さあわずかにリードを取って1号艇、その後2番手追走でありますが、まくい差しのハンドラー5号艇の後藤、その後は6番2番と追走、向こう正面から2番手旋回、スタートの方は前提正常です。陰線同等を仕切って1号艇の石橋、そして2番手追走5号艇の後藤でありますが、さあその後ですけれども、外握っていったのは6号艇、内側のから方はこれから2周目です。リードの方は現在は2停止ぐらい1号艇の1足、それを猛追する5号艇のことを単独3番で6号艇の渡辺が追走、後方2番4番3番という体勢でありまして、これから1番です。上位の並びは1番5番そして6番の体勢でバックストレッチ向こう正面直線コースが入っています。その後4番から争いでありますが、今度は内枠の2人、2号艇長い3号艇の山田、最後方からは4号艇の隅という体勢です。1番5番6番上位3艇ラストマークをクリアいたしまして、最後の直線コース、キリン特選の第12レースゴールです。今1着で1号艇の石橋連勝ゴールイン、2着に5号艇の後藤ゴールイン、3着6号艇の渡辺雅史ゴールイン、後方でありますが2番3番4番ゴールインです。最後にそうなるわけ。12レース結果は1,5,6で6120円でした。やっぱ今 1,2,3 連続はないと思ってたけど、ここに来てこうなるっていうね。まあ後藤選手調子良さそうだったんでね、
それでビュッと行ったんでしょう。でも6が来ると思わなかったね。はい、今日10レースから12レースかけていきましたけども、3敗となってしまいました。かー、これ何連敗してるのかね。ちょっと最近全然勝てなくなってしまって、まあ番組のスタッフさんとも話したんですけども、こう買い方に決まりがないので、例えば私半周ラップ大好きなので、半周ラップを軸に考えてみるとか、そういう買い方とかをまずちょっと改めて勉強し直して、でまた次回新たな私を見せられるような、そういうドラッキー流ナイトにできたらいいかなと思います。はい、ちょっと出直してきます。次節のボートレース桐生さんの開催は9月9日月曜日から9月12日木曜日まで、第15回日本トーターン杯が開催されます。ゲストの皆様のご来場お待ちしてます。第17回目となりましたドラッキー流ナイト、いかがでしたでしょうか。今回はですね、私のけじめとして裸一貫ならぬ水着一貫でやらせていただきました。皆様最後までお付き合いいただきありがとうございました。以上、しほみんでした。バイバーイ。